あのね、聞きたかったんだけどね、怪物さんって兄弟いる？私、一人っ子なんだ。本当はお兄ちゃんか妹が欲しかったな。じゃあ、好きな食べ物とかある？私はママの作ったシチューが好きなの。怪物さんはシチュー好き？へえ。怪物さん、うんちゃん、次のかかしだね。うんちゃん。怪物さん、ファイト。女が案内されたのは、汚れた囚人服を着た者たちが集う拠点だった。女は激しい頭痛に襲われ、夫と離れた後のことを思い出すことができない。エラーたちは組織に抵抗しながら仲間の解放を計画していたのだ。組織は囚人たちを操り、脱走したエラーたちを探しているようだった。やはりお話はハッピーなままでは終わらなそうですね。そっか。
うん。